瞑想イメージングを始めていきましょう。椅子に座っていただいても、あぐらをかいていただいても、横になっていただいても大丈夫です。私の言葉に想像を働かせていただいて、日常の音や気配、そういったものをしっかり感じながら、受け取りながら、自分の内側とつながるような時間、大地や宇宙を感じるような時間を共に過ごしていきましょう。椅子に座っていただいている場合、そしてあぐらをかいていただいている場合は、ももの心地いい場所に手のひらを上にして置いておいてください。横になっておられる場合は、お腹のあたり、胃のあたり、胸のあたり、自分の体の心地いいところに手を重ねて置いてもいいし、重ねずに置いておくのも大丈夫です。静かに目を閉じて、自分の呼吸に意識を向けていきます。鼻から吸って、口から吐いての呼吸をしていきます。少しずつ呼吸が深く落ち着いていきますので、無理に呼吸を整えよう、そんなふうに思わなくて結構ですので、ただただ今息吸ってるな、吐いてるなぐらいの感覚で、自分の呼吸に自分を寄せていく、心を寄せていくような形で息を続けてください。鼻から吸って、口から吐いていく。では一度、鼻から吸った呼吸を口から大きく吐いていきましょう。お腹からしっかり息を吐き切ってください。吐き切ったら、下っ腹のあたり少し引き締めるような形で、そしてそのまままた普通に呼吸を続けていきましょう。先ほども言いましたが、外の音、気配、そういったものを感じながら、自分の呼吸に意識を向けているという感じです。下っ腹は引き締め続けた状態、キューッと力は入れなくていいです。でも気持ち力が入ってるという状態を作っていてください。今引き締めていただいている下っ腹、そのあたり、丹田のあたり、第二のチャクラのあたりでもあります。そしてお腹から腹式呼吸をした場合、呼吸の始まりの場所でもあり、そしてすべての命がそこから始まった、命の始まりの場所でもあります。大切な場所なんだなということだけ心に置きながら、呼吸をしながら、続けながら、下っ腹を引き締め続けていてください。その下っ腹のあたりの第二のチャクラ、その下に第一のチャクラがあります。生殖器のあたりですね。椅子に座っておられる方、あぐらをかいておられる方は、お尻がついている場所あたりと思っていただいていいかなと思います。横になっておられる方は感じにくいかもしれませんが、
上や下、上下、そういったことをあんまり感じない世界の中にいていただけたらいいかなと思います。とにかく第一のチャクラから地球の中心に向かって道が一本あると想像してみてください。地球の中心部、どこまで行けばそこにたどり着くか分かりませんが、とにかく長い長い道です。でも確実に地球の中心、そこにつながっている道があります。地球の中心にはどんなことでもどんなものでも瞬時に癒しに変えてくれる癒しのエネルギーが渦巻いている場所、コアな場所があります。その癒しのエネルギーと自分が直結しています。そして頭のてっぺんの100へ、第7のチャクラですね、頭のてっぺんです。そこからも空に向かって道がまっすぐ伸びて、空を突き抜けた宇宙空間、天の川の慈愛のエネルギーと道が直結していると思ってみてください。一本の長い道で大地と、そして宇宙と、私たちがつながっています。その道の中心点、ど真ん中ですね、そこは、自分の体でいうと第4のチャクラ、胸と胸の間のあたりですかね。そこが中心点として、重なっている、磁石のようなもので、引っ付き合っているというふうに想像してみてください。その一本の道の他に、私たちの右側の空間、そして左側の空間に一本ずつ半円を描くような形で道が伸びていると思っていただけますでしょうか。その道は天と大地が直接つながっている道です。真ん中の道を通って大地の癒しのエネルギー、そして天のエネルギーが、慈愛のエネルギーが私たちに向かって流れてきて、中心点で2つが出会って、そして私たちの体の中もゆっくり巡りながら、隅々まで巡りながら循環してくれて、そして大地のエネルギーはそのまま頭のてっぺんの100へ、第7のチャクラから天へと旅をして、そして天のエネルギーは第1のチャクラから大地の中心へと旅をしていくという流れが生まれていると思ってください。それぞれの場所にホームステイをする形で、大地のエネルギーと天のエネルギーが融合しながら、それぞれの場所へ旅をしていきます。そしてホームステイをして、一緒に一つ成長変化をした上で、元いた場所へと戻っていく道が、右左それぞれの半円を描く形の道です。どちらの道をどちらに通っていただいても構いませんが、なんとなくでは、今ここでは右側の道を、天に登る道、そして左側の道を大地へ帰る道というふうにいたしましょう。そしてまた元いた場所へと戻って、ふるさとへと戻って、再度真ん中の道を通って、私たちの中で2つがまた出会い、体の中を隅々まで循環して、またそれぞれの場所へとホームステイをする。そして右左の道を通って、元いた場所へと戻っていくという流れが、永遠と私たちが生きている間中ずっと、その大地と天、そして私たちがつながるその流れが、
血液の流れのように、そして大地を這う川の流れのように永遠に続いているというふうに思ってください。こうして五次元的な物体のない世界では、私たちは常に大地や宇宙と直結して、そしてその2つの大きなエネルギーの融合した愛、祝福、癒し、浄化、そのエネルギーに、大きな大きなエネルギーに1分1秒絶え間なく包まれている、その流れとともにここに存在している、させてもらっているということをしっかり、天に向けた手のひらから、体にくっつけている手のひらから、そして毛穴から細胞から思う存分その情報を受け取ってみてください。私たちは常に大地や宇宙、大自然と共に成長変化を続けて、そして祝福、愛を1分1秒絶え間なく受け取っています。3次元の世界では体があるので、どうしてもいいことばかりではなかったり、試練や辛い悲しいことも起こったりしますけれども、そのすべてが、私たちは常に宇宙の祝福の中にいる、大地の祝福の中にいるということを、しっかりいつもいつの時でもつながっているんだということを、今ここで思う存分受け取ってみてください。そして今きっと呼吸が、息してるのかしてないのかわからないぐらい深い呼吸になっているかと思います。大切なつながりを思い出した上で、改めて感じ取った上で、引き締めている下っ腹のあたり、再度意識を向けていきます。その深い呼吸の中で、命の始まりの場所、呼吸の始まりの場所である丹田、下っ腹、第二のチャクラ、そのあたりを意識してみてください。そしてそこに自分の中のもう一人の自分と言っていいんでしょうか、その大切な自分自身のもう分身っていうんですかね、その存在がいると仮定してみましょう。その自分の分身である存在は、宇宙が始まってから自分という存在がこの世に何かしらの形で存在を始めてから、まあ、この世界が始まってから常に私たちと共に、私たちとしてここに存在し続けている、そんな存在だと思ってください。私たちを必要な場所へ、必要な景色、そういったところに運んでくれる、必要な出会いを運んでくれるような、そういう存在です。そして常に私たちの中にいて、私たちと共にいて、私たちを信じ、愛し、励まし、喜ばせてくれるような、そうし続けてきてくれたような存在です。普段は私たちは、もしかしたらその大切な大切なもう一人の自分を忘れていることがあるかもしれないけれども、今ここで今一度その存在を、なんとなく想像、仮定、イメージしてみて、もしその存在がいて、本質的に大地や宇宙とつながっているような存在がいるとして、
いつも自分と共に励まし続けてくれている、私たちを励まし続けていてくれる存在がいるとして、その存在に対してありがとう。そしてもしかしたら忘れてしまっていたり無視してしまっていたりしたとしたらごめんね、許してね、でも大好きだよ、愛してるよっていうこと、そのことを改めて自分自身に、その存在に、心の中で語りかけてあげてみてください。ありがとう、ごめんね、許してね、愛してるよ、大好きだよ、その言葉を繰り返し心の中で送ってみてください。繰り返しその言葉を送ってみて、今心は、丹田のあたりはどんな感覚が生まれているでしょうか。自分自身とのつながりがより一層深まった感覚、何か見えないもの、そういったものに守られているような感覚、あるいはそういった存在と深くつながっているような感覚持っていただけてたらいいなと思いますが、改めて日常生活の中でもその存在のことをどこか心の端に置いて、常に一緒に喜んでいられたらいいなと思ったりします。それでは最後に448の呼吸というのをやっていきたいと思います。鼻から吸って、その吸った呼吸を一旦ちょっと止めて、そして口から息を吐いていく、それを4カウント、8カウントでやっていくという呼吸です。4カウントかけて鼻から息を吸って、4カウント息を止めて、8カウントかけて口から息を吐いていくという呼吸を、皆さんとやっていきたいと思います。私が手で合図をパンパンと手を叩いていきますので、頭の中で数を数えながら一緒に呼吸をしていただけたらと思います。では参りますね。まずは息を吸うために息を吐いていきます。大きく息を吐きましょう。いきますね、せーの。
ありがとうございました。それではこのまんまお休みになられる方はゆっくりお休みくださいませ。ここから一日を始められる方は良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。